大食い YouTuber vs 一流テレビ料理人、1時間で作ったデカ盛り料理を1時間で全て食べ尽くせ。マックさん、過去どれぐらい1時間食べられたんですか？お寿司だと、262貫とか、ラーメンだと、まあ1時間で35杯が最高ですかね。今回のバトルに並々ならぬ思いで挑むマックスは、大食いの方が食べきれないっていうのはどういうことなんですか？死んだ方がマシですね、悔しくて。吉川さんは1時間で食べた今までのマックスの量ってどれぐらいですか？まだ45分ぐらいなんですけど、カレーを 7.5 キロとか。マジですか？たこ焼きを10分で200個食べたことがあります。ちっちゃい頃からその大食いとかをずっと見てきてて、この3人揃ったらもう負けることないでしょうと、もういくら作っても無駄よみたいな、そんなところありますよね。こうして大食い最強三重士が見参。そんな彼らを迎え撃つ一流テレビ料理人は、鉄人の遺伝子を受け継ぐ菰田欣也。日本中華の重鎮、鉄人陳建一の右腕として30年修行を続け、現在は南青山をはじめ都内に3店舗を構える一流料理人。今やテレビに引っ張りだこの菰田だが、 YouTube に出演するのは今回が初めて。一体なぜこんな無茶なバトルを引き受けてくれたのか。本当に完食できんのみたいなところもあるので、本当に美味しいものを作ってたくさん出しますので、それが食べれるのか面白い感じになると思います。はい、マル秘食材ってあるんですか？それはあるでしょう。もうなかったらやらないでしょう。もう作ることにかけてはもう32年、はい、もう作ってますから、こちらでございます。お、すごい。和牛ですね、鳥取の和牛の内もも肉。お肉だけじゃ面白くない、やっぱり魚介類欲しいですよね。特別なの仕入れました、こちらです。ドーン。これ銚子で取れた鯛ですね。これもうお相撲さんが優勝した時のやつですよ、これは。はっきり言って、はい、完全に優勝した時のやつ。今回は3対3のバトル、菰田と共に戦うスタッフが、若手のホープ仕込み隊長伊藤。プロの料理人の凄さを教えられるチャンスかな。もう負ける気はしないです。そして菰田に仕えて24年、前菜担当サッサ。親兄弟家族よりも長い時間一緒にいますんで、あ、今何考えてるのとか、ちょっと怒ってるのとか、はい、いろいろ分かるんで、僕がパスをつなげれればなと思います。白熱する大食いバトルのつぼる動画に期待が高まる。果たしてどちらが勝つのか。では改めてルールを説明。料理人チームが1時間で作った料理を大食いチームが1時間以内に全て食べきれるかどうかの戦い。大食いチームは調理開始30分後からスタート、全ての料理を食べきったら勝利となる。なお料理人チームは食材のカットなど仕込みからスタート、そして完成した料理はすぐに提供しなければならない。1時間勝負で申し訳ないけど、本当にがっつりいけるの多分30分だと思う。可能だったらどっかの30分で俺を使ってほしいって感じ、イメージ的には。で、前半だからマックスを温存しといて後半に爆発させてほしくて、でかつおのおの私たちはサポートしていって全部食べるっていう作戦。間違うと絶対負けますよこれ、マジで。いや本当そう。 逆に言えば、作戦をちゃんと遂行できれば、立てて成功すれば絶対勝てる。小田さん、会ってみてどうでした？なんかすごいちょっと心配になってきましたよ。あんまり食べれなかったら見てる人がつまんなくなっちゃうんじゃないかなと思って。あ、そうですか。はい、思ったより大したことなさそうでしたね。で、まあ、僕らより全然細いんです。大食い YouTuber vs 一流テレビ料理人、勝つのは果たして。よーい、スタート。よし、大食い YouTuber 対一流テレビ料理人、プライドをかけた戦いが今始まりました。今向こうでじゃあ作り始めて、うん、まずは前菜担当サッサが先陣を切ります。
これはよだれ鶏ですね。しびれて辛い酸味のある鶏の前菜を作っていきます。これよだれ鶏どれくらいの量あるんですか？30ぐらいだと思います。野菜もあるので、キャベツが1玉ともやしが5パック。さあ肉のタワーが出来上がってきました。さらにピリ辛ダレをこれでもかと加えれば、はい、ピリ辛さん完成しました。はい、すごい。やばい、すげー。嘘だけど、こちら四川名物のよだれ鶏になったんですね。すごい。これね、今エビに下味を入れてるんですよ。エビはね、この下味入れる作業がすごい大事で、これをやるかやらないかで全然美味しさが変わってくるんです。さあ、大量のエビを一気に油通し。さあ、大量のエビが次々と上がってきました。これに合わせ伊藤のスピードもアップ。小村さん、順調ですか？まあ、予定通りじゃないですか。よいしょ。この日のために用意した黒毛和牛を豪快に焼いていった。付け合わせのレタスも大量です。これをさっさが猛スピードで仕上げていきます。はい、5、4、3、2、1、いただきます。じゃあ、もういっちゃいます。あ、やっぱ中に、中になんかすごい入ってる、中。うんまっ。なんでだ。どでかいバンバンジーを一心不乱にかき込んでいく。ここに巨大黒毛和牛が運ばれてきた。こちらが黒毛和牛のガーリックソース。これ最初全部やってる。あ、でも好きなの言ってもいいよ。大食い YouTuber の手にかかれば6キロのバンバンジータワーもあっという間に崩壊だ。すごいよ。いや、マックスこっちか。これ一人で行く。 1.2 キロのエビチリはマックス鈴木が担当するようです。これ、お待たせしました。2つ目は終わり。はい、なんとたった6分で6キロを完食。ミンチを豆板醤などでじっくり炒め、5丁分の豆腐が鍋の中に。
麻婆豆腐いきます。よいしょ。盛って盛って盛りまくれば完成。あーやっぱ出てきた。美味しそうだけど辛そう。麻婆だ。一方大食いチームは開始10分でエビチリも残りわずか。大食いチーム優勢か。しかしさらにここで5品目を調理。これボールでいけるんですか。あ、ボールね。おう、そうです。ホテルとかの厨房で何百人とかってやるときはこういうボール使ってやるんで、はあ、1キロの唐辛子を炒めて。これ調味料。ここに唐揚げ 2.5 キロ投入。ものすごい量だ。やば。うわー、これマジか。やばい。これ鳥だけ食べれば大丈夫。取りだけ。ここでマックスが黒毛和牛にスイッチ。まだまだいけるのか。マボ熱い。大丈夫。あ、私平気。俺今多分ね、3割ぐらい。まだまだよ。私も5割ぐらいな気がする。ここで菰田の秘策、5キロのタイが登場です。5キロのタイに3人の反応はどうなのか。辛いのを私とかが片付けていって、ドラちゃんとマックス、やっぱだから後半に一応取ってやってもらえるように。はい、牛肉完食です。お願いします。さらに麻婆豆腐も残りわずか。料理人チームはあと3分ぐらい。うん、はい、はい、ギリギリ完食。ギリギリ、はい、もう痛か。よし、卓上にはラズーチーと残りわずかな麻婆豆腐のみ。タイムアウトまであと33分。だけど大食いチーム余裕の勝利か。一時5品ぐらい並んでたのがもう一応2品ぐらいまで減りやしたの。テーブルの上が。麻婆も今お皿に乗ってるのだけど、ここもうないから。あ、あ、うん。しかしそこへついにあれが登場だ。うわー、やばい。何あの大きさ。いや、ちょっと待って。聞いてないよ。うわー。タイマの下の。いや、すごい。めっちゃ立派なタイ。横のお野菜とかが結構、ま、量が地味に量があるあるね。ネギ1本分ぐらいあるよ多分、その上のネギ。さあ料理人チームラストスタートに入った。2キロのご飯を豪快に炒める。あ、もうあと1分しかないよ。さあ残り1分、チャーハンは間に合うのか。おい、レタスあった。これどかして。
これのお菓子。盛り付けたところで終了。監督やばい。本当？監督むちゃくちゃうまい。イエーイ。え、最後の料理が来ました。え、やっぱ最後はチャーハンで締めた方がいいかなと思って。なるほど。一人一皿ついてる。気遣いです、気遣い。一人一皿。僕の気遣いです。さあ、いよいよここでエースマックス鈴木が始動。もう少しじゃあ後半はよろしくお願いします。おー、うん、ここから巻き返せるのか。大丈夫、いけそうですか、3人。もうマックスはここから引っ張ってくれるから頭の中でも見えるっすね。ギリいけるってこと。正直50-50です。猛スピードで書き込んでいくマックス。チャーハンがみるみる減っていく。これやばいね。これやばい感出てる。すごい。さあ残り時間あとわずか。チャーハン2皿目も完食。残り11分でラズーチーチャーハン1皿タイが半分。するとマックスに異変が。大丈夫ですか。うん、ここから踏ん張ってくれると思うんでサポートします。いけるいけるいける。行こう行こう行こう。やばそう。唐揚げなくなった。そしてチャーハンも完食。残り3分で巨大体の蒸し物 600g。 残り3分。はい、はい、大食いチームが食べた総量 20.9kg。 食べ残った量わずか 400g。 よって1時間大食い中華対決、勝者は料理人。悔しいです。悔しいです。あー、いやー、全体的に噛み応えがあるやつが多くて結構そこで苦戦しちゃいましたね。なんかやられたなって感じがします。正直こう同じ重さでも食べづらいんじゃないかなとか、あとすごい麻婆豆腐がすごい熱かったりとかっていうのがあるので、それがなかったら多分スルッと食べられたのかなと。ここまで食べてもらえるとやっぱ気持ちいいですね。ちょっと舐めてました。僕が出せる全力は出せたんで、まあ、正直、まあ、正直言うとちょっと気持ちいいみたいな感じなんですけど、あとは本当に美味しい料理をありがとうございましたって感じですかね。ということで今回の大食い中華対決は料理人の勝利。以上、
世界に積もる大食い動画でした。